埼玉県三里町の養鶏場で昨日午前鶏二十六羽が死んでいるのが確認され。鳥インフルエンザの簡易検査で陽性の反応が出ました。県は詳しい遺伝子の検査を進めた結果。高病原性の疑いのある H5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表しました。これを受けて県は今日未明からこの養鶏場の鶏およそ一万七千羽の殺処分を始めました。 的確な防疫措置によよる封じ込めが何りりも重要であります。このためには、県庁がワンチームとなり、防疫対応に当たっていただく必要がありま,すまた県は、この養鶏場から半径3キロ以内を、ニワトリや卵などの移動を禁止する移動制限区域に、半径10キロ以内をその地域からの出荷などを禁止する搬出制限区域に指定しました。 これら区域内にあるおよそ60の養鶏場や農場などが制限の対象になるということです。